SDGs やサステナビリティがブームかのように語られている日本現代。しかし、この日本列島には古代から培われてきた持続性豊かな文化が今も存在していたのです。それはアイヌ民族。今回皆さんにご紹介するのは、日本の先住民であるアイヌの考え方から学べる持続性豊かな世界観の美。アイヌがその長い歴史の中で受け継いできた人と自然、そして社会との関わり方です。今回この企画にご協力いただくのは、ここ阿寒で生まれ育ちアイヌの文化を世界に広めているデボさん。アイヌ美術の専門家、北海道立近代美術館学芸部長五十嵐さん。現代社会が学ぶべきアイヌの世界観についていろいろなお話が聞けました。自然と人の関係性はどういったものなんですか？親子みたいなもんで、親が面倒を見てくれる、で子供が世話になる、そしてありがとうってなるから、アイヌはオリパクっていうんだ、頭を下げる、要するに自分の方がちょっと低くなるということは、2、3歩遠慮してんだよね、人間の方が、神々に対して。だから無駄に取ったり無駄に壊したりしないっていうのは、その自然界の産物、木を切る、皮をいただく、魚を取る、依存して生きてんだよ。だからね、魚って生きていけない、人類って。実は自然保護っていうけど、保護されてるの人間だから、最近人類忘れてるな。忘れてますね。アイヌアートが表現する動物は何なんでしょうか？主にイクパスイなんですよね、イクパスイにいろんな動物がいて、どれもそれぞれ人のための役割を持っている動物なんだろうな。クマは一番よく出てくるんですけど、シャチも出てきますし、それぞれカムイとして出てくるんですけど、作り手はいろんな思いを持って、掘っていたんだろうなとは思います。国連が SDGs、Sustainable Development Goals、 持続性を保つための開発のゴールというものを、何年までにどういう数値で達成しないといけないよという、その目標を設定しました。数値目標、というのは小賢しい人類の目標であって、工場の煙を何とかしようっていうのも大事だけど、失われた自然環境を取り戻すのが一番必要であって、数値目標だけ達成しても環境を戻さないと人類は死滅するよ、かつてあった森林を取り戻す、汚れた川はきれいに戻す、一回そこに達成したら全部力抜いてこの後は大丈夫ではない、やっぱり持続的に環境を戻す、その平和を戻すみたいな努力を続けなきゃいけないという意味でのサステイナビリティでもある。ちょっと物の見方を変えるだけで、やっぱりなんか大きく変わっていくと思うんですね。一体私たちが今までどうしてきたのか、そしてこれからどうするのか、で今どういう状態にあるのかっていうのを、実はすごく小さいところでしか考えていないかもしれない。やっぱりもっとこの私たちは勉強し、かつ考え続けなければならないと思いました。デボさん、いかがですか？環境に生かされてるんだよという感謝をする心を取り戻しつつ、科学的な論拠も取り入れつつ、人間はね、謙虚に生きなきゃダメだ、地球の支配者だっていうのは勘違い、そうですね、なんかそこはアイヌの世界観の根本の部分ですよね。自然の中に立つってことが結構大事だなと思いました。みんながこの阿寒に来て、で森を歩き、今ここにいて、この空気を吸って、この火山の神様をバックに、今日は壮大な話をさせていただき、本当にお二人に感謝です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。 Thank you very much。 今回お二人とお話しする中で、アイヌ文化にはサステイナビリティを推進する
重要なヒントがたくさんありました。もともと人類は自然と一体であり、その感覚を取り戻さない限り今後の人類の持続性はない。もともと人類は自然に頼って生活し、自然に生かされてきた。このことを忘れてはならない。人類は持続性のない行き詰まった未来に直面する今だからこそ、常に感謝の気持ちを持ち、原点に戻らなくてはならないのかもしれません。アイヌの文化にとても感謝する旅でした。イライライケレー。